ついに美穂ちゃんの結婚が決まったのね。え、うちの美穂がですか？何十年もご近所さんの仲なのに水くさいんだから。お祝い事なんだから早く教えてよね。美穂ちゃんにお祝いを言いそびれたじゃない。どういうことですか？美穂から結婚の話なんて聞いていないんですが。え、そうなの？でもこの間美穂ちゃんが結婚式場にいたわよ。しかも素敵な男性と。結婚式場ですって？私その式場で清掃のパートをしているのよ。その時に打ち合わせに来た美穂ちゃんをはっきりと見たわ。ご近所さんとして小さい頃からずっと見てきたもの。そんな私が見間違えるわけないわ。そんな、でも本当に私は結婚の話なんか聞いていなくて。母親のエリさんが何も聞いていないなんて、なんだか私も不安になってきたわ。勘違いかもしれないし、本人に確認してみてちょうだい。ねえ美穂、結婚するって本当なの？え、なんでそれをエリさんが知っているの？その反応は本当なのね。結婚式場で打ち合わせしているところを見たという人がいてね。美穂ちゃん結婚するのね、おめでとうって言われたの。最悪、せっかく隠していたのにそんなバレ方をするなんて。必死に隠して努力が無駄になったじゃない。どうして私に結婚のことを隠していたの？それに結婚式場での打ち合わせって随分と話が進んでいるよね。ええ、そうよ。もう両家交わせも済んでいるんだから。何ですって？私はそんなの誘われてもいないわよ。母親が欠席の両家交わせなんて聞いたことないわ。はあ？あんたは私の母親じゃないでしょ。産んでもないくせに母親面してんじゃないわよ。え？あんたはお父さんの再婚相手ってだけ。ママ母なんて私とは何のつながりもないただの他人よ。そんなあんたを大事な両家交わせに呼ぶ必要なんてないでしょ。私は20年も美穂をずっと育ててきたのよ。私にとってあなたは実の娘そのもの。それを他人だなんてひどいじゃない。はあ？大人は子供を育てるのは当然のゲームだから。お父さんと結婚した以上保護者として育てる義務が発生するの。そんな義務にわざわざ感謝なんて必要ないでしょ。何ですって？あんたのことなんて一度も母親だと思ったことないわ。たとえ20年育ててきてもどれだけ努力してきてもね。だから結婚式にも絶対にあんたを呼ばないつもり。分かったら私の結婚にこれ以上口を出してこないで。ねえ龍二さん、どうして美穂の結婚のことを私に教えてくれなかったの？両家交わせもすでにしているらしいけど、あなた一人で出席したってことよね。ついにバレてしまったが、美穂に頼まれて両家交わせは俺が一人で行ったよ。どうして私のことを誘ってくれなかったの？生みの親じゃなくても美穂の母親は私なのに、そんな私をのけものにするなんてひどいわよ。愛する娘の希望を叶えてあげるのが親だろ。美穂からは絶対にお前に教えるなって言われていたし、誘われなかったのが悲しいからって俺に八つ当たりするなよ。何ですって？エリのことはそれなりに感謝をしているよ。前妻と別れて美穂を引き取ったが、俺は仕事が忙しいし、きっと俺一人じゃ美穂をここまで立派な女性で育てられなかった。でもこうなったのはお前が美穂と信頼関係を作れなかったのが悪いんだ。まったく20年も一緒にいて何をやっていたんだか。嘘でしょ？全部私のせいだっていうの？お前のせいでしかないだろ。美穂とは長年一緒に暮らしていたんだ。だったら本物の親子みたいな絆ができてもおかしくないのにな。ふざけんじゃないわよ。私はずっと全力で美穂のことを育ててきたわ。龍二は仕事ばかりで家庭のことも美穂のことも私に丸投げ。後妻として必死に美穂との距離も縮めようと努力してきたわ。でもそれもあなたが全て無駄にしてきたんでしょ？なんだと？何かあるとすぐに前妻のことを口に出していたじゃない。美穂は嫌いな野菜を食べて泣けば、あいつはもっと上手にご飯を作っていたのに、お前のせいだって。美穂が部活の大会で負けても全部私のせい。前の嫁ならもっと練習に付き合っていた、優勝もできたはずだって。それの何が悪い？前の嫁はお前以上に育児に全力で完璧主義の女だったんだ。何もかも比較しては前妻ばかり褒めていたよね。そのせいで美穂も私を見下すようになったのよ。何かうまくいかないことがあると全部私のせいにするようになった。私と美穂の関係もあなたのせいでめちゃくちゃ
にするなって。完璧主義の前菜に比べてお前が手抜きばかりだったのは事実だろ。専業主婦の前菜と違って私は共働きだからね。そりゃ比べられたら私の方ができないことはあるわ。でもそう思うならリュウジが補ってくれたらいいでしょ。なのに助けてもくれず私に丸投げのくせにバカにしてばかり。なあ、そういうところも前菜と全然違うんだよな。あいつは俺に口答えなんてしなかったぞ。もういい、今のあなたとは話にならないわ。しばらく一人になりたいから今日は駅前のホテルに泊まります。おい、じゃあ俺の今日の番号はどうするんだ。そんなの知らないわよ。完璧主義の前菜に連絡でもして作ってもらったらいいじゃない。ついに今週末は私たちの結婚式よ。分かってると思うけどあんたの席はないからね。ええ、もちろん分かっているわよ。私は招待状すら受け取っていないし。もしかして傷ついちゃった？でもあんたなんか招待されなくて当然だよね。結婚式は一生に一度の大切な日だもの。そんな日に他人のババアが親族席にいるなんてありえないわ。そのババアにあなたは20年も育ててもらったのよ。住み込みの家政婦に育ててもらったと思えばいいだけよ。何度も言うけどあんたを母親だと思ったことは一度もないから。何ですって？あんたがどれだけ私に尽くしても全部無駄だったのよ。そんなことも知らずにせっせと頑張っちゃって本当にバカなおばさんね。私なりに全力で美穂のことを愛していたのに私の愛は何も伝わってなかったのね。ああ、他人ババアからの愛なんて求めてねえんだよ。所詮あんたは私にとって他人でしかないの。大事な結婚式に他人の席はありません。式には本当の母を呼ぶから絶対に来るなよ。もともと行かない予定だよ。え、だから何度も念押ししなくても大丈夫。頼まれたって結婚式には参加しないから安心して。ちょっと何よそのつまんない態度は。痩せ我慢なんかしてんじゃないわよ。本当は私の結婚式に参加したいくせに泣きながら参加させてくださいって言ってみなさいよ。全然行きたくないから大丈夫。泣きながらお願いする必要もないわ。それって本気で言ってるの？20年も育ててきた娘が結婚するのに、なんでそんなに平気そうな態度をしているのよ。せっかくあんたが泣きやめくみっともない姿が見れると思ったのに。むしろわめいてるみっともない姿は美穂の方ね。自分から突き放しておいてなんて滑稽なのかしら。しかも人が傷つくところを見たがるなんて。こんな最低な子が私の子供じゃなくてよかったわ。はあ、なんだねそのムカつく態度は。ああ、せっかく明日の写真ぐらいは送ってやろうと思ったのに、あんたには私のドレス姿なんて絶対に見せてあげないんだからね。ええ、結構です。後悔しても遅いからね。招待もしていないし絶対に明日の結婚式には来るんじゃないわよ。新婦の母親の席には本当のお母さんが座るんだから。へえ、何十年も会っていなかったのに来てくれるんだ。当然でしょ。本当の親の絆をなめんなよ。どうしよう、エリさん、私の結婚式が台無しになっちゃった。え、私は突撃なんかしていないし生みの母親も来てくれているのよね。家族みんなが揃って幸せな結婚式になったんじゃないの？そのお母さんが台無しにしやがったのよ。なんですって？いきなり司会からマイクを奪ってね。母親としてどうしても娘に伝えたいことがあるって、そして好き勝手にペラペラと話しやがったのよ。今日はずっと会っていなかったのに誘ってくれてありがとう。4歳の頃に離婚したから子育ての記憶はほとんどないけど、こんな素敵な結婚式を挙げられる女性になったのね。きっとこの場にいない育ての母親が素晴らしい人だったのね。ってそれの何が台無しなのかしら。再婚のことは新郎たちに話しているんでしょ？話しているわけないでしょ。離婚のことも全部隠しているわ。何ですって？だってあんたのことを母親として紹介したくなかったし、離婚のことも隠しておいた方が説明が楽だったんだもん。両家交わせもお母さんは体調不良だってことでごまかしたの。それがまさか結婚式当日に嘘がバレてしまうなんて。離婚のことも誤算がいたことも隠していたから式場は騒然よ。しかもお母さんは言いたいだけ言ったらすぐに帰るし。え、帰っちゃったの？絶対にあんたの仕業でしょ。あんたが私のお母さんをそそのかしただよね。結婚式をめちゃくちゃにするように命令したんでしょ。そんなことしてないわよ。前妻がどんな人かも連絡先だって知らないし。じゃあなんで
私のお母さんがこんなことをしたのよ。たとえ小さい子に離婚していても、私は実の娘なのよ。そんな娘の結婚式に招待されたら普通は嬉しいでしょ。台無しにしようとは思わないはずよ。そんなことを私に言われても知らないわよ。疑いたい気持ちはわかるけど、私は無関係。とっとと結婚式に戻りなさい。ねえねえ、エリさん、みほちゃんの結婚式の話は聞いたかしら。実の母親は台無しにしたって話。ついさっきみほから連絡がありました。でもどうしてそれをゆうこさんが知っているんですか？その実の母親から教えてもらったのよ。なんですって？私が結婚式で清掃のパートしてるって言ったでしょ。実は春から新しい人が入ってきてね、その人がみほちゃんの実の母親だったのよ。そうなんですか？仕事中は二人一組が基本でね、私たちずっとペアなのよ。だからつい仕事中もいろいろと話をしちゃうのよね。こないで打ち合わせで見かけた新婦は知り合いの娘さんなの。でも20年も育ててくれたママ母にひどい態度なのよねって。そしたらあの子実は私が産んだんですって言われてね、もうびっくりしすぎて腰を抜かしたわ。そんな偶然があるなんてとんでもない奇跡ですね。彼女もとても驚いていたわ。まさか職場で離れ離れの娘と再会するとは思わなかっただろうし、むしろ顔を合わせないように必死に避けていたぐらいよ。実の娘なのに会いたくないってことですか？彼女から離婚理由を教えてもらったわ。旦那さんの亭主関白がひどすぎて離婚したらしいわね。育児も家事も全て完璧を求められて罵倒されて、美穂ちゃんもその背中を見て母親をババア呼ばわりしていたんですって。それに耐えかねて逃げるように出ていったらしいのよ。そうだったんですか？今までずっと離婚理由をはぐらかされていたんです。まさかそんな理由だったなんて。彼女もエリちゃんの扱いに驚いていたわ。あの二人は子さんにまでひどい態度をしているんですねって。どうやらずいぶん前から結婚式の招待状を受け取っていたらしくてね。でも参加するべきかどうか悩んでいたらしいのよ。ご妻さんのためにも出席することに決めました。招待されている以上好き勝手してもいいですよねって言っていたわ。それでいろいろぶちまけてきたんですね。そういうこと。それでね、実は前妻の彼女から伝言を預かってるのよ。伝言ですか？美穂を丁寧に育ててくれてありがとうございました。私は投げ出してしまったけど、娘を育ててくれて感謝しています。そしていろいろとすみませんでしたって。それじゃあ私からも伝言をお願いしてもいいですか？どうか気にしないでくださいって伝えてほしいんです。私の代わりに式場で好き勝手してくれてありがとうございましたって。任せておいて。おせっかいおばさんはこういうのが大得意なんだから。おい、どういうことだエリー。ようやく結婚式から帰ってきたら離婚届は玄関にあるぞ。一人娘もようやく結婚して一区切りがついたんだもの。もう離婚していいわよね。なんだと？私を母親として認めてくれない娘、そしてそんな娘を注意もしない、間にも入ってくれない夫、そんな人たちと家族でいる必要なんてないと思うの。だから私と離婚してください。ふざけるな！お前と離婚したら俺は罰にだぞ！さすがにそれは世間体が悪いだろ！世間体ならもう十分悪いでしょ。かなり散々だ結婚式になったって聞いたわ。あんな新婦の父親が罰人になっても誰も気にしないわよ。そんな。それじゃ早めにサインをして出してくださいね。もうすでに荷物を運び出しました。私はその家には戻りません。エリさん待って、お父さんとの離婚は考え直して。じゃないと私まで離婚を言い渡されるかもしれないわ。え、まさかミホなの？エリさんの言う通り、今日の結婚式は散々だった。本当のお母さんが余計なことを言ったせいで、もう結婚式なんて続けられる空気じゃなかったの。それどころか新郎の彼がすごく怒っていてね。20年も育ててくれた人を隠すなんて失礼すぎるだろ。って君がそんなひどい人だと思わなかった。結婚考え直したい。ってまあ新郎さんたら、私のことでそんなに怒ってくれたの？なんて優しい人なのかしらね。美穂にはもったいないぐらいの人だわ。そのまま今日の結婚式は中止。今彼を必死に説得しているの。だからお願い、お父さんとは離婚しないで。
協力？エリさんが自分から結婚式の参加を辞退したことにしたいの。生みの母親に遠慮して自分の存在を隠したかったことにしよう。本当の母親を呼んだのもエリさんってことにしよう。それならなんとかごまかせると思わない？絶対にごまかせないわね。それに私は一切の協力もするつもりはありません。新郎と離婚したくないなら一人で説得を頑張りなさい。嘘でしょ、私のこと見捨てるの？このまま私が離婚になってもいいっていうの？20年も育ててきた娘が不幸な目にあってもいいの？うん、それでいいわ。だって私は他人のババアでしかないんだもの。そうだよね、みほ？それにリュウジと離婚すれば正真正銘の他人になるわ。そういうわけだから私に助けを求めてこないで。それじゃあミホ、元気でね。後日ミホは正式に新郎さんから、倫理観のない人と温かい家庭は作れないからと離婚を言い渡され、途中で中止になった結婚式費用も全額美穂が負担することになったそうです。そして日頃の私への見下した言動も町中にバレてしまい、居心地の悪くなった龍二はすぐに離婚届を出し、そのままどこかへ逃げるように引っ越してしまいました。そして私はご近所の優子さんから、もう元旦那はいなくなったわよ、おじゃ友達がいなくて寂しいから戻ってきなさいと連絡をもらい、落ち着いた頃に住み慣れた町に戻ってきました。リュウジは前妻に、お前と復縁しようかななどと連絡を送っているそうですが、あんたの介護なんてしたくない、バツイチ娘と二人仲良く暮らしてろとバッサリ断られているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。